11月20日、ファッション誌、ボーグジャパンの公式サイトが更新。元キングプリンスの平野章26、神宮寺優太26、岸優太28の3人が結成したナンバーアンダーバーアイが、イブ・サンローランの香水、フレグランス、リブレ、リブレとタイアップすることが発表された。ボージャパンでは、 20日午前5時にナンバーアンダーバーアイがそれぞれ黒の衣装で凛々しい表情を浮かべた PR 動画や写真や、メンバーそれぞれがリブレにちなんだ内容のインタビューに答えるウェブコンテンツが公開されている。リブレは以前からイブ・サンローランで販売されていた人気商品、ダブルコート。何にも縛られず前へ進み、特別なオーラをまとうための香り。 というリブレのコンセプトは、金プリから独立して新たな道に進もうとしているナンバーアンダーバーアイと非常にマッチしていますよね。女性シライター。平ラノは、ボーグジャパンに、自身の自由について、今後の挑戦についてを聞かれ。自分で選ぶ、やりたいこと、への挑戦は、一番怖い。たくさん挑戦して、たくさん失敗もすると思いますが、 その姿も含めて見てほしいですね。とコメントしているが、それに対しファンからは、失敗を恐れず、自由に未知の世界に挑戦していく勇気を持った平野さんとナンバーアンダーバー愛の3人にぴったりの香水ですね。平野翔くん、かっこいい。香水のコンセプトにぴったり、挑戦見届けたいです。といった声が多く寄せられている。 ナンバーアンダーバーアイが紹介したアイテムはあっという間に売り切れてしまうのが恒例となりつつあるが、今回もそれは同じだった。平野さんは9月18日に自身のインスタグラムに全身ビトンでコーディネートしたファッションを投稿したところ、いずれも数十万円する高額なアイテムにもかかわらず、彼が着用したものは店頭で即日品切れ状態になったこともありました。 特に26万円のバッグと20万円のパーカーが全サイズ売り切れてしまったというのは驚きですよね。今回のリブレも決して安い買い物ではないのに、多くのファンが購入しています。全出の女性シライター。オーグジャパンの記事公開からわずか5時間後、午前10時の時点で、イブサンローランの公式通販サイトでは、 リブレのフレングランス全5種類のうち、ナンバーアンダーバーアイがそれぞれ紹介した、リブレオーデパルファム、ヒラノ、リブレオーデパルファムアンタンス、神ン寺リブレオーデとわれ、キシ、の3種類は、30ml と 50ml の両方が在庫切れに、リブレオーデパルファム、のみ展開されている 10ml のミニサイズだけが残る、 超品薄状態になっている。リブレは種類ごとに金額に差異はあるが、平野が紹介した、オーデパルファムは 30ml が12,100円。税込み、イカミリ 50ml が17,600円。ちなみに、完売商品で最も高額だったのは神宮寺が紹介していた、アンタンスの 50ml で、 価格は19,580円である。今回の爆売れはナンバーアンダーバーアイの圧倒的人気を示したものですが、防具ジャパンのサイトのインタビューでの平野さんの香水を語っているところの言葉も、広告的観点からも極めて秀逸だったと考えられます。リブレの紹介文句として100点満点の内容でしたね。全同。防具ジャパンの紹介で、 平野はプライベートでも実家に香水棚があり、毎日のように香水を愛用していることが明らかにしているが、彼はリブレオーデパルファムの香りを熱弁する際、こんな表現をしていた。これをつけている女性がいたら、俺は百発百中で振り返るし、なんなら一から二歩ついていっちゃうかも、笑さらに平野はオーデパルファム、 のエレガントでスパイシーな香りが、徐々に濃厚な甘さに変化していくという特徴を。恋愛みたいですね。パッと見は強そうだけれど、恋したら甘い部分を見せてくれる感じ。そんなイメージを自由に想像できるのも、香水のすごいところだなと思います。と表現したのだ。 平野が街中で振り向いてくれるかもそんな期待を抱かずにはいられない山衣装回文句に。平野翔にそんなこと言われたら買うに決まってるじゃんもう大好き。なんて罪な男平野翔。そんなこと言われたらオタクは全員買い占めますが、バク。百発百中、振り返る。力二歩、ついていく。 平野ノからのナンパがセットでついてくる香水ってもしかして1兆円くらいする。といった興奮する声が多く寄せられているのだ。サーバー負荷でログイン待ちになっている間に完売してしまった。という声もあり、平野の売り文句で争奪戦が激化した可能性もありそうだ。街中で振り向いてしまう恋みたいなイメージの香水。 話す人によってはあまりに露骨な宣伝文句のように感じてしまうところもありますが、平野さんの場合は違う。平野さんは天然発言のイメージが強いですが、音楽や自分の好きなものを語るときは嘘偽りなく、本当に心からの言葉で話しますよね。今回のリブレでも、文面から聞きとして香水の話をする平野さんの姿がありありと伝わってくる。 だからこそ、ファンの人々はメロメロになり、香水を買いたくなったのでしょう。前出の女性シライター。キラの効果で、街中は、オーデパルファムの香りが充満することになる。意外と男性ファンも興味を持って購入しているのかも。